さあいよいよ始まろうとしています。好勝負が期待できる両チームだけに誠に楽しみな一戦です。全日本対ウルグアイ、ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドは沸き返っています。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本ツートップで前線を組む布陣となっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ウルグアイ、攻守にバランスの取れたフォーメーション、南米の古豪、中でも注目のプレーを見せるのはテントリアのビクトリーノ君。まるで彗星のごときその俊足を生かした突破からゴールを陥れます。さあ今始まろうとしています。3年ぶりの美咲君とのプレー、久々のこの緊張感。パスを行くよ美咲君。これは翼君、友達、渡しません。ダニエル君、パスを回す。肩ごとぶつかっていった。これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。これは友達、渡しません。フィールドオフタイガーショットだ。このボールを押す。これがネットに突き刺さる。何それ、見切った。これだ、バカ。タイガーショットだ。ここだ。それ。行け。アロンソ君、パスを出します。ユウ君、ここは抜かせません。見たか。カオリ君、激しいタックル、横をすり抜けた。カソ君、激しいタックル。カソ君、パスを出します。ここでパスが来ます。チャージが決まった。ドメロ君、スライディングでカット。パスを出します。カソとぶつかっていった。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。タイガーショットだ。ここだ。あっ、はじきます。ペナス君、こぼれ球キープ。ここでパスカット。デカブツは引っ込んでろ。ビクトリーノ君、センターラインを越えて攻め込む。俺がエースキラー、そうだ誠様だぜ。これは南米式のドリブルだ。あっと奪い返した。ビクトリーノ君、ここからチャンスを作れるか。渡山君、ここは抜かせません。見たか。キューブ君、連続突破で見せます。パスを回す。ドリブルでボールを運ぶ。これは南米式のドリブル。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。タイガーショットだ。メナ君、横に飛んだ。キーパー反応するも決まった。よし、必殺の一撃でゴールをゲット。よし、そんな。よし、なに。タイガーショットだ。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス、横をすり抜けた。金玉くん、パスを出します。翼くん、ここは抜かせません。それ、これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。これボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。このタックルはその勝手に終わります。それ、これは南米式のドリブルだ。ここでタイガーショット、タイガーショットだ。ベガ君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。行くぞ。翼君、そんな。渡しません。
これは南米式のドリブルだ。豪快にスパイク。はあ、ボールと真っ向勝負。あっと、そのまま押し込んだ。ゴールを奪えないキーパーなんていない。そうだ、そんな。ダブレイ、行くぞ。よし、行くぞ。ここだ。はあ、ヒューガ君、ここは抜かせません。パスを出します。よし、ボールは友達。見切った。これは南米式のドリブル。そうだ、ボールは友達。渡しません。それ中央まで持ち込めるか。これは南米式のドリブルだ。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。これは南米式のドリブルだ。友達、渡しません。フィールドオフのタイガーショットだ。これをスーパーから抑えに行く。ニュー、やったぞ。ハットトリックの大暴れです。これだ。マジか。はあ、タイガーショットだ。ここ、ビクトリーノ君、右へパスを送る。そうだ、ここで止めた。それ、よし、ボールは友達。渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。渡しません。タイガーショットだ。ここでパッチンだ。ベガ君、これはキャッチできない。時計はすでに30分を示しています。よし、前半も残すところあとわずか。キーパー君、素早く横にかわす。チャージが決まった。これは南米式のドリブルだ。見切った。ボールは友達。渡しません。これは南米式のドリブルだ。フィールドオフタイガーショットだ。で、横に飛んだ。狙い見たか。ゴールをゲット。そこだ。何、は、見切った。こうだ。何、タイガーショットだ。うおうお、ああ、みんないいぞ。攻撃にも守備にもリズムが出てきた。ウルグアイのスピードにも負けていない。後半もこの調子でいくんだ。やったね、美咲くん。俺たちのコンビプレイは世界にも通用したよ。うん、けど3年のブランクもあって、試合でこんなにうまくいくとは正直思ってなかったよ。さすがだぜ2人とも。ウルグアイのやつら面食らってやがったぜ。もう南葛ゴールデンコンビじゃなくて全日本、いやワールドゴールデンコンビだな。ずいぶん安直なネーミングだな。うるせえ。タケシ、俺たちも負けてられん。二人で得点するぞ。はい、ヒューガさん。翼と美咲のコンビプレーが通用したことでチーム全体の雰囲気が良くなったな。やはり見過ぎの見立て通り、この作戦は成功したか。松山がディフェンダーに下がったことでディフェンスラインもよく機能している。あとは彼がどこまでできるかが鍵か。くしゃ、どうにもチームのリズムが出ねえ。それもこれも中盤を支配されちまって俺が思うように動けねえからだ。それにあの10番のプレイスタイル、あれは南米のリズムとテクニックだ。一体どうなってる。そしてその10番と11番のコンビプレー、特にパスワークのスピードは悔しいが俺たちより上だ。まさか前の2試合では隠してやがったのか。だとしたら俺たちで調整のつもりか。くそ、舐めやがって。プレマッチとはいえこんなとこで負けてるようじゃ上は目指せねえ。お前たち気合い入れて後半巻き返すぞ。おう。
キックオフで後半スタート。サンティアゴ君、ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。鮮やかなジャンプ、タックルを決めた。このタックルは不発に終わります。体ごとぶつかっていった。よし、行くぜ。安心の球を向いた。あっと、これを弾いた。ソーダ君、ここは勝負を避けた。ソラ、ボールは友達、ま、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。体ごとぶつかっていった。パスを出します。これはタッチを終わります。全日本、この位置からのスローイン。三崎君、激しいタックル。もらった。九賀君、どけ。センターラインを越えて攻め込む。ロドリゴ君、ボールを狙うも届かない。それ。敵陣へ攻め込みます。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。あと、ドリブルを見送る。それ。よし、ここは抜かせます。かわして振り切った。ドリブルでソロは引く。松山くん、激しいタックル。それ。これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。小野くん、このスライディングが決まった。三崎君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。ドリブルで突破。石崎君、ここは抜かせません。見たか。よし、ストラップ。 OK。 すでに後半も半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな一戦。このタックルは不発に終わり、ゴール前に持ち込んだ。よし、友達、渡しません。もうこの一戦タイガースバットだ。ベガ君、これはキャッチできない。アロンソ君、ボールを蹴り出します。ラミレス君、このボールを拾います。それ。なんと奪い返した。横をすり抜けた。止められない。素早く横にかわす。松山君、ここは抜かせません。激しいタックル。これは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ドリブルでボールを運ぶ。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。ここでタイガースバットだ。このボールに飛びつく。ベガ君、ゴールを守った。さあ、簡単だ。ラミレス君、飛び越えた。体ごとぶつかっていった。パスを回す。よし、友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。もらったぞ。ボールは友達、渡しません。さあ、ゴール前です。あっと、奪い返した。そこ、パスを回す。ミサキ君、ここは抜かせません。ここでオフサイドの判定。ウルグアイ、この位置からのフリーキック。それで君、パスできました。パスを回す。マシアス君、素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。翼君、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、ボールは友達、渡しません。必殺の後ろでゴールを狙う。まさに必殺の一撃で。サッカーは俺の夢だ。よし、タギアンだ。そんな、はっ、よし、まさか。ふぅー、いけ。ここさあ、マサヤス君、素早く横にかわす。チャンスが決まった。後半もすでに30分が経過。見切ったゴールは生まれるのか。
勝利。よし、俺は友達渡しません。もうこの一撃タイガーショットだ。ベガ君、このシュートを正面から受け止める。大きくクリア。マサ君、ここは抜かせません。よし、頭とぶつかっていけ。そうはいかん。完勝、大量得点で試合に花を添えました。は報われるってことだ。まだまだ大会本戦でも頑張るぜ。おう、これで本格的にアメリカに殴り込みたい。たった一勝でみんないい気になってやがるな。なんでそうだ、そんなこと言ってお前もにやけてるじゃねえか。うるせえ、元からこの顔なんだよ。美咲くん、フランスで相当腕を上げたんだね。練習の時より試合の動きの方がずっとすごかったよ。翼くんも試合だと一段とスピードが出てたね。だから僕も必死だったよ。俺があれだけ伸び伸びプレーできたのは美咲くんだからさ。ありがとう。でも最初は不安だったんだ。僕が足を引っ張ってチームがダメになるんじゃないかって。けど今はこんないいチームの一員になれたことが嬉しいよ。みんなよくやったぞ。前の試合のチームとはまるで別物だ。松山を中心とした守備陣に翼を中心とした中盤、そして日向を中心とした前線、芯が通ったラインに美咲というサポーターを得たことで全体のバランスがさらに良くなった。それに彼が期待通りの活躍を見せてくれた。やはり彼はこのチームに欠けている最後の1ピースになるかもしれんな。ちくしょう、俺としたことがこんなチームに。ビクトリーノ、今日はありがとう。ウルグアイも特に君のスピードにはさすが世界だと驚かされたよ。あくまで今日はプレマッチだ。大会本番じゃこうはいかねえぜ。ああ、お互い頑張ろう。おい、ちょっと待ちな。なんだい。お前のその南米のプレイスタイル、どこで身につけた。うん、俺にサッカーを教えてくれた人がブラジルの人なんだ。そうか、そういうことか。今日は俺の憧れの南米の国と戦えて嬉しかったよ。じゃあまたね。大会本番で必ず返してやるぜ。この前は試合途中ではっきりとは分からなかったが、今日一試合を通してみてよく分かった。これが日本の翼大空の力か。どうだシュナイダー、お前が見た日本は。今はまだ俺たちの敵じゃない。だが翼、
彼にはチームを変えてしまう力があるようだ。それを見抜いたか、さすがだな。この試合見に来てよかった。日本は俺の野望の前に立ちはだかってくる相手かもしれない。ああ、必ず立ちはだかってみせるさ。みんな、紹介したい選手がいる。入ってきたまえ。お前は？若林君。ようみんな、久しぶりだな。久しぶりどころじゃねえだろ。3年ぶりだぞ。ものすごい久しぶりだぜ。キャプテン、体が大きくなりましたね。もう終結症じゃないんだ。キャプテンはよせよ。ようやく契約問題に決着がついてね。今日からチームに合流することになった。そういうわけだ。よろしく頼むぜみんな。よし、若林が来てくれりゃもう俺たち怖いものはないぜ。ずいぶん浮かれてるじゃないか石崎。何？今までのプレマッチの動画、それと今日の試合、しっかり見させてもらった。はっきり言ってお前たちのプレーはまだまだ世界レベルじゃない。何？若林君。パスもシュートも精度は低いし、ディフェンスはチェックが甘い。それに連携プレーも意思統一ができていない。今日の試合はうまくいったつもりだろうが、初戦はプレマッチだ。本番であの程度のプレーが通用すると思うな。おい、お前は海外のプロクラブでやってるらしいが、だからって調子に乗るんじゃねえぞ。それ以上の侮辱はわしも黙ってはいられないたい。僕は若林くんが正しいと思うよ。美咲。僕もフランスでそれなりにサッカーを見てきた。世界の選手たちは本番になったらもう一段二段レベルが上がるよ。本場のサッカーを見続けていた二人が言うんだ。きっとそうなんだと俺も思う。ヒューガ君、どこへ？練習に決まってるだろ。今世界のレベルにないなら、そのレベルまで上がるしかねえんだからな。ヒューガの言う通りだぜ。大会本番までまだ時間はあるんだ。みんなやれるだけのことはやっていこうぜ。おい、世界なんかに負けられるかよ。ああ、どんな練習だってやってやるぜ。立花、ちょっと俺たちも練習してみるたい。ああ、例のあれか。いいな。たけし。あ、そうださ。この前は悪かったな。え？負けたショックが大きくてよ、ついあんなこと言っちまったけど、俺も心を入れ替えるぜ、代表のためにな。ほんと生意気なやつだなお前。まあ 1,2 年生の時を思い出せば俺も人のことは言えねえか。まあそういうことだ。じゃあな。俺はこれからみんなと練習するけど、お前はどうする？そうか、じゃあ俺と一緒に行こうぜ。もっとへこむかと思ってたんだが、早速練習に出ていくとは。みんな随分とたくましいな。これなら嫌味の言いがいもあるってもんだ。若林君、じゃあわざとあんなことを？ああ、
チームが強くなるためだ。憎まれ役くらい喜んでやるさ。だけど間違ったことは言ってない。いくらみんなが実力をつけてきたとはいえ、世界の壁は想像以上だぞ翼。うん、そしてこのチームをまとめるのはやっぱりお前だ。頼んだぞ翼。うん、俺はやるよ。世界一へ俺たちは挑戦するんだ。ああ、やってやろうぜ翼。ところで若林君。ん？久しぶりに勝負がしたいんだ。受けてくれるかい？変わってないな翼も。もちろん俺も望むところさ。ゴールは許さないぜ翼。負けないよ若林君。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた。屈辱を晴らすためにな。ああその通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。もしもし父さん。どうした？うん、明日から大会が始まるから、その前にちょっと。そうか、いよいよ開幕なんだな。カールならきっと優勝できる。頑張れよ。ありがとう。それより父さん、家のことで話があるんだ。父さんと母さんが別々に暮らし始めてもう結構経つよね。父さん、もう一度俺と妹のマリーのためにも母さんと話し合ってみてくれないか。俺たちはやっぱり一緒に。そういえばカールはハンブルクからバイエルンのチームに移籍したんだったな。父さん。バイエルンの監督フェルスターは父さんのかつてのライバルだ。彼の下でしっかりサッカーを学んでほしい。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。大会頑張れよ。父さん、俺はこの大会必ず優勝する。そして世界に証明するんだ、父さんのサッカーが正しいってことを。シュナイダーさん。どうした？
君は日本の。なるほど。よし。あ。ん？君は誰だい？うん。おい。悪い。どうした？あ。何？なあ。どいてもらう。そうだな。君は確か日本の選手だね。悪いね。うん。
さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ、その幕が上がります。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールドチャレンジの名にふさわしく世界の強豪国が名を連ねております。お聞きください、この大歓声。スポーツ大国アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンのみならず世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進、まずはじめは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも10年に1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場。母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス、その悔しさを晴らすため選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代、ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場。ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君と、まさに強者揃い。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日日本が初戦の相手としてぶつかるイタリアの入場です。今大会屈指のゴールキーパージノ・ヘルナンデス君は大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そしてイタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして日本が登場です。すごいや、でっけえスタジアムだな。それにすごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ結成された全日本ジュニアユースチーム。そして嬉しいことに、小学生の時に全国を沸かせた南葛 SC の選手で今はドイツで活躍中の若林くんと、同じく南葛 SC の選手でお父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた美咲くんが、このチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。そしてもちろん日本のエース大空翼くん。世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児大空翼くんのプレーがどこまで通用するか大変楽しみです。俺たちの世界への第一歩、日本のワールドカップを夢見る俺たちの実力、それを試す時がついにやってきたんだ。オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのはエースのブライアン・クライフォート君。ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場してきました。身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル。持ち前のスピードと高さを生かし大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは地元アメリカチームです。世界最先端の技術と知識、
そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち。その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。よし、みんな聞け。いよいよ今日からジュニアユースワールドチャレンジの始まりだ。各自これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん。それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その硬さはカテナチオと呼ばれている。特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。頼むぞ。はい。一方イタリアの攻撃についてだけど、堅い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心がフォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃない。けれどプレマッチを分析していくと、彼のプレーには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまり彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレーなんだ。だから対策としては、ルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。逆にボールを持っていないときはフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。おう！もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように気をつけなければならない。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、キャプテンとして皆に気合を。はい。みんな、予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦絶対に勝つぞ。おお！俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。無様な姿は見せられないぜ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで、俺たちは厳しい練習を積んで鍛えに鍛え抜いてきた。俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。世界一を取るのは俺たちイタリアだ。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。なあ、バカバカしいだと？ルチアーノ、貴様！ザクは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。あいつ、代表の試合を何だと思ってやがる。さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。開会式の入場行進を終えた
各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本はどこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、いい試合をしよう。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて、君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない。必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえ。さっさと始めるぜ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチーム、きっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。ジノ・ヘルナンデス、1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ、いよいよ始まった。大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ、とてつもなく大きな夢のその第一歩が今踏み出されるんだ。